はい。皆さん、こんにちは。東京アーバンパームカルチャーとパーマカルチャーと平和道場の宗谷会です。で、一緒にいるのが。由美です。寿司の由美です。は はい、こんにちは。で、今回は、僕と由美で、Dances of Universal Peace っていうパークを日本で開催する企画を今進めていて、ユミは浅葉アートスクエアだっけ？湘南の方だよね。まあ横浜の金沢区ってちょっとまあ場所はマイナーなところにあるんだけども。ここで体験会、一日体験会みたいな感じ人で。事。はい、はアい。リートします。を企画していて、で、僕は今バックグラウンドをそっちに変えようとしてるんだけど、こんな感じで、10月14と15日に、もうちょっとディープな2日間の、体験会と、願わくは、実際、Dances of Universal Peace っていう、踊りのワークを、日本のファシリテーターにななる人を探すみたいな、そういうミッションを与えられて、もちろん、ただ体験したいっていう人たちも受け入れたり、実際、あ、これいい、もっと学びたい、日本でこれを広めたいっていう人たちを見つけたりする、そういうディープな2日間、プラス、ついでにその前夜祭でスウェットロッジも、やろうと思っているので、これはもう先住民の、方々が結構、世界中で儀式としてやっている、すごく素敵な、浄化の儀式なんですけど、それを13日やって、なので、そういう機会を2人で企画してるんだけど、何なんだ、Dances of Universal Peace っていう感じで、他の企画だと結構ね、文脈があるから伝えやすいんだけど、今回はまだ日本にそこまで文脈がない状態から、こういうワークを広めようとしてるから、ちょっと僕たちの体験とか思いを伝えると、もうちょっとみんなも、あ、それ面白そうって感じるんじゃないかなと思っていて、今回こうやって2人でちょっとお話し会をすることにしました。はい。はじゃあ、多分、ユミの方が、僕より先に、僕はね、Dances of Universal Peace っていう、ワークを、本当に、今年の冬、年末年始に初めて体験して、あ、これはもう、すごい平和な感じになって、本当に。それで、これをぜひ日本に持っていきたいなと思ったんだけど、ユミはね、もっと、深い縁があるっていうか、長くね、知ってて、実際日本でもちょっと、そういうワークを取り入れたことをやってきたってさっき言ってたから、ちょっとだけユミの、なんで、ユミにとってどういう出会いでどういうものなのかっていうのを聞いたら。私はですね、もう20年以上前、19歳ぐらいの時から、それはそのダンスオブユニバーサルピースとかじゃなくて、チンドン屋の活動をしてて、で、太鼓を自分で抱えて、街を、こう、道の上を本当練り歩いて、祝祭を作り出すみたいなことをずっとやってきていて、やっぱ音楽だったり、そういう楽器やリズムとか、歌が生み出すその調和だったり、平和っていうのをずっと実践してきたんですね。で、それで、いろいろその世界中の歌をいろいろ拾い集めてきて、みんなでそれを歌ったりするっていうのを、ちょこちょこやってきてたんですけど、たまたま、おととい、2年前に、私の妹が今ブラジルに住んでいるんだけども、彼女が、日本にちょっと一時帰国久しぶりにした時に、このダンスオブユニバーサルピースを多分初めて日本に持ってきてくれて、で、一緒にみんなでワークしたりとか、セレモニーの中に取り入れたりして、分かち合ったんですね。で、なんでかっていうと、妹のたまたま隣のお家の人が、これのメストラで、もう長年、20年以上とかそれこそやってきてる方で、
本当にエルダーっていうか、ブラジルの先住民の血を引いてるのかなとか、の中でそういういろんな世界中の音楽を彼女も取り入れて、毎週ホーダーって言って、もう本当に自然の中で焚き火とかをしながらみんなで歌や踊りを分かち合うって活動してて、で、私もそれ行った時にちょっと体験させてもらったりとか、妹から通じて学んだりしてて、で、本当にこう、面白いなと思ったのが、そのどこか一つの場所の音楽とか、何とかダンスとかじゃなくて、本当にいろんな宗教だったり、いろんな場所の古くから伝わる短い言葉だったりとか、マントラみたいなものとかを取り入れながら、それにすごく短い振り付けがついててやるっていうのが面白くて、誰もがその場でパッと入ってできるっていう難しくない感じがあって、でしかもいろんな言葉があるし、なんか本当に今さっきカイ君が言ったみたいに、すごくこう平和だったりであっていう調和とか、あ、こうやってみんながお互いのことを分かってれば本当に戦争なんて起きないのにみたいな気持ちにすごくさせてくれる、なんかそういうものとして私も出会って、でやっぱりその参加してくれた人たちにどうだったって話を聞くと、やっぱこのなんか振り付けも合ってるとか間違ってるとか関係ない、本当にそのなんそれがすごい心地よかったし、やっぱ声を出す気持ちよさだったり、ちょっと踊りをする楽しさっていうのを思い出したっていうのことをすごい言ってくれる人がいて、なので私もすごい学びたいって気持ちがすごいあって、リモートも学びを続けてるから、なんかでも中南米とかね、アメリカとかあっちが盛んなんで、そっちまで学びに行かなきゃいけないのかなっていうふうに思っていたんだけど、今回カイ君がね、アルジュンと縁ができて連れてきてくれるってことだったんで、すごいね、楽しみにしてます。そんな出会いでした。そうだね。で、ユミは残念ながらこの週末ね、他の企画があったから、まあそういう本屋の仕事、そうかそうか、本業がね、本業があったから、でもどうしてもっていう感じで、企画をね、急遽やることにして、何曜日詳しいところ、いつだ、水曜日ですね、来週の水曜日、アルジュンが火曜日に10日に東京に着いて、次の日にもお願いしてやっていただいて、でその次の日にカイ君のね、いすみの方に直接向かうということです。そうだね。なのでもうすぐなんですけど、もうすぐ、もう、ね、今ユミが言ったので、すごい僕もその自分の体験を、僕はタイ のガイアアシュラムっていうエコビレッジに知り合いで、そのエコビレッジを、まあ、ちょっと視察っていうか、自分の活動の参考にしようと思って行ったら、たまたまやってたのね、この Dances of Universal Peace。そうですね。そう。で、知り合いが、もうぜひ会にもこれ体験してほしいって言ってくれて、まあ、ギフトしてくれて、その体験を。で、2日間か3日間、もう本当に、世界から5、6カ国の人、しかも、まあ、イスラム教の人もいれば、キリスト教とか、無宗教とか、いろんなそういうバックグラウンドの人が共に、ほとんど、なんていうのかな、会話して話し合う。まあ、僕は非暴力コミュニケーションとか、どっちかっていうと、もっとね、会話を通して平和を作っていくっていう活動とかやってるんだけど、これはなんか、あんまりなんか、お互いと喋るんじゃなくて、ただ輪になって、歌って踊る。で、それもなんかパフォーマンスじゃないんだよね。だからなんか踊りを上手になると歌を上手になるんじゃなくて、なんていうのか、その自分の体とか心の表現として、なんか平和をその瞬間なんていうのか体現して、でそれを輪になっていろんな人たちとやっていくと、本当になんていうのかな、その言葉ではちょっと説明しきれない、なんか自分もすごいなんか平和になってすごいハッピーになるんだよね。なんか、あ、本当にこれだけでいいじゃんみたいな、こういう、なんかお互いはそんなに深く知り合わなくても、共にそこに存在として平和を体現してるだけで、この場にはものすごい今平和があって、なんかすごい本当に特別なつながりを感じる、時間になって、なんかめちゃめちゃ癒された感じがするんだよね。だけで、なんかすごい希望も、なんか、あ、世の中捨てたもんじゃないみたいな、まあ普段は結構、
悲劇的なニュースをいっぱい聞きながら、どうやって戦略的に世の中に平和を増やすかとかさ、なんかね、今ある環境問題とか政治の問題とか、めっちゃ難しく考えて、めっちゃなんか、じゃあそれをムーブメントを作るためにはっていう、まあどっちかというと、左脳的な活動が僕は多いんだけど、うん、これは本当になんか、右脳とか体とか心だけの場で、で、世界中のね、本当に、英知のワンフレーズを、その言葉が生まれた国の言葉でみんなでその場で意味を学んで唱える練習して、で、それをなんか唱えながら、ちょっとした振り付けをして、で、なんかそれもなんかまた楽しいんだよね。なんか本当になんか空間を、なんていうのかな、もう本当に空間の中で楽しく動くみたいな、そういうすごく、まあなんか今喋りながら、いや言葉ではみたいな感じなんだけど、まあだからぜひこの体験会を進めたいんだけど、まあ本当に、すごく自分に必要な体験だったし、やっぱりこういうのも世の中に広めていきたいなっていうのがあって、で、日本の盆踊りに似てる面もあるね。本当に日本の盆踊り、別にね、踊りが上手とか関係ないし、どのタイミングでも入れる、うん、で、その場でちょっとなんか適当にやってたらだんだんできるようになっていて、で、輪になって本当にみんながそんなにね、なんか計画も立てずにでも一つになれるっていう、そういうところは似てるけど、これはまあ本当に世界中の言葉、世界中のね、そういう英知を、いろんな踊りを通してやるっていう、そういう特徴があったり、あとライブミュージックなのね。だから今回のファシリテーターアルジュンは、ギターを持ってきて、で、もちろん他に楽器を持ってきてちょっとジャムセッションしたい人は全然ウェルカムって言ってたんだけど、基本的に彼がギターを弾きながら歌を歌って、それをうちらがまあ、真似るっていうか、それをやってみるっていう、そういう感じの回で、で、アルジュンのそのミュージシャンもすごい、ミュージシャンとしても素晴らしい、ミュージシャンだから、なんかそういう、本当になんか音楽がいっぱい楽しめる時間でもあって、なんかそれも大事だなっていう、なんか思いもいろいろあるし、意味もいろいろあるけど、単純になんか音楽を楽しむみたいなさ。そういう場でもあったから、まあそういう素晴らしい体験をして、なんか今アジアに広めたいっていう、そういう活動をしていて、基本まあ彼は奉仕者ギフトとしてやってるから、収入目当てではなくて、で、今回僕たちも別に何て言うかな、チケット制にはなってるんだけど、それはまあ宿泊と食事もなんか、地元のすごい素晴らしい食事を出したいっていうので、ちょっと値段がちょっとだけ張っちゃって、それはなんかいろいろ思ってるんだけど、でもまあお祝いの場としてね、経費も抑えたいんだけど、でもなんかすごいいい体験をいろんな面でしてほしいからっていう感じで、そういうチケット制にしてやってるんだけど、本当になんか、まあ、アルジュンは基本的には、ほぼ無収入っていう前提で来ていて、本当に DUP、Dances of Universal Peace、この、まあ、世界平和の踊りを広めたいっていう、そのミッションで、今年は今、アジアで、来年は、アフリカかな、去年は中東っていうか、だからね、ユミも言ってた、主に北米と中南米がすごく盛んで、あとヨーロッパも多少あるみたいだけど、今はやっぱり世界中にこういう平和の、まあ、儀式っていうと、ちょっと日本だと儀式って重い言葉だけど、まあ、お祝いの場、セレモニー、まあ、お祭りだよね。お祭りをすることを通して、みんながなんかいろんな違いを超えて、しかも心も癒されて一つになる感覚、を味わって、なんかそれが、まあ世の中とか自分の人生にいい波紋を出すっていう、なんかそういう感じの動きなんじゃないかなって僕は受け止めている。ね。いや、そう思うね。なんか自分がやっぱり全体の一部になる体験っていうか、私も盆踊りもやってて、で、それで昨日も盆踊りやってたんですけど、もう3日間ぐらい。ずっと盆踊りやってたんだけど、ちょっとその前元気が結構なくて、カイ君もね、こう
あれがあると思うけど、私はすごい落ちてて、で、だけどやっぱり踊ってたら3日ぐらい、すごい元気になってきて、なんか本当にその、うん、輪の一部になって、で、やっぱり無心になって、やっぱ動きがあるっていうのもすごい大事じゃないですか。ずっと考えるじゃなくて、本当に声出して、こう、ムーブメントっていうあの言い方をアルジュもしてたけども、それがすごい大事。ムーブメントだけど、すごく瞑想的なんだって言い方をしてたけども、だからすごいそうだと思って、やっぱそれだけで元気になれて、でそれってやっぱ人間が本当に古代から持ってる英知なんだなってすごい感じる。でそれでやっぱり全体の一部なんだねっていうこととか、コミュニティだねっていうこととか、そういうのをやっぱり人間は人間ができることとして、そういう 芸能っていうか、そういうことを芸術アートを通じてやっぱつながってきたんだなっていうのをね、すごく再確認するから、うん、でだけどすごいその DUP みたいなもので、あのちょっと一つあと特徴なのが、なんかよくあるその、なんていうの、コンシャスダンスみたいな自由に踊る系、うん、それも結構今入ってきてるんだけども、うん、日本に。で、それだと日本人って割とその自由に踊ってくださいって言われると、ええー、ってなる人も多い。ハードルが高いんだよね。そうなの。だけど、盆踊りとかってやっぱり決まってるから振りが。で、それでやりやすいっていうところもあって、で、DUP はどっちかというと振りが若干あるので、結構ね、入りやすいんだよね。そう、それもあって、なんかフリーの部分、ここはじゃあ自由にみたいなのかもあるんだけども、結構決まってる部分が多いから、なんかそれがね、結構日本でも入りやすいかなと思う。うん、で、歌もすごい簡単で、あんまりその言葉っていうよりかはチャンティングみたいな、私が学んだやつは結構そういうのが多かったから、あと結構動きも面白い動きとか、ちょっと笑っちゃい、もう思わず笑っちゃうみたいな動きも結構あるから、なんか楽しめるよね、すごく。そうだね。あんまりやっぱ、うん、言葉を。ね、僕もいろいろコンシャスダンスとか、あの、まあ、前はブレイクダンスとかヒップホップとかやってたけど、うん、なんか、あのなんか踊りの中ではすごくやっぱりシンプルな振り付けをみんなでやって、なんか、ね、みんなも初めてやる踊りだから、なんか別に、なんていうのかな、上手、下手とかあんまり関係なく、うん、でも型がある分、なんか、安心できる。なんか何かを生み出す必要はなくて、生み出したかったら生み出せるけど、でも基本的にはベースの振り付けをやってくださいね、みたいな感じで、なんかそれを、その方が変えて、なんか自分にとってはなんかちょっと落ち着いて、なんていうか、なんか頑張らないとか全くなくて、ただなんか乗り物に乗って、ぐるぐる回ってる、なんかその一体感を感じられる。で、それがやっぱりすごい、僕が一番受け取ったのはものすごい一体感を感じたんだよね。まあね、よくワンネスって言うけど、うん、その概念のワンネスじゃなくて本当に感覚的な、うん、ああ、うん、本当につながってるうちらっていうのが感じられて、うん、あのでね、うん、ユミも言ってたように、まあなんか本当に無心になるっていうか、やっぱりなんか踊りながら歌ってると、もうなんかそれで意識は全部そこに行ってるから、そうそう、うん、なんか雑念とかほとんど雑念っていうかさ、なんか他のことはあんまり考えないっていうか、嫌なこともあんまり考えないし、ただなんか踊って歌って、あ、次この動きだみたいなさっていうことをやって、うんうん、なんか本当になんか、まあ、一種の瞑想的な状態に入る、だからなんかそれもすごく気持ちよかったなと思っていて、で別になんかね、宗教団体とかそういうのも関係なく、とりあえずどんなバックグラウンドの人でも歌と踊りでつながれるよっていうのが、まあ、僕が受け取ったメッセージ。で、特にやっぱりコロナがあったり、今の資本主義社会もやっぱりなんか、うん、なんかみんながバラバラになっちゃう感じが、やっぱりすごく、ね、多くの人たちが困ってる、なんかコミュニティが欲しいとか、なんかつながりが欲しいとか、一体感を体験したいとか、うん、そういう思いがあるものの、なかなかね、簡単にそういうのって体験できなかったけど、これは本当に。私もこう祭り、さっきお祭りっていう話が出て、お祭りじゃない、やっぱり日本でも海外でも、そのお祭りっていうのを通じて、コミュニティがそのいろいろの農作業だったり、業みたいなものから、そこの祭りにつながっていくことで、やっぱり全部そのコミュニティのお祝いをしてたっていうことがあるけど、やっぱそれが失われ
ている地域もあったり、まあ、都会に住んでるとそういうつながりはなかったりする。だけど、私もすごい祭り好きだから、日本中とか世界にも祭り見に行ったりしてきたけども、やっぱりパッと行って入れるようなものでもないのも多い中で、まあ、これはなのですごい、ね、それを持たなくても、その一体感みたいなものを本当に体験できる場になってるから、うん、だからすごくそれはいいのと、あとやっぱそれがどこか一つの何かの考え、何かの宗教のこととかじゃなくて、本当いろいろ網羅されてるのが、また一層すごく平和を感じられるっていうものだなと思う。うん、はい、というわけで、うん、ね、本当にまあね、いくらでも喋れるけど、やっぱり体感しないと、なんかね、うちらの言葉でなんかね、本当に未知の領域を伝えようとしてもちょっと限界があるから、でも本当に体験してほしい。本当に平和な、素晴らしい時間になるので、ね、横浜の方で、11日の水曜日で、アサバートスクエアって、ここもまた本当にアートを通じていろんな、あのアーティストを受け入れてきて、本当に世界中の英知をいろいろシェアしてる素晴らしい場所で、でそこの始めたキャンディ先生っていう、あの浅場和子さんっていう、またすごい人が、面白い人がいるんですけど、あのキャンディも参加してくれるということなので、はい、またそれ楽しい場になると思います。はい、それは何時から何時まで？まあね、11時から4時半まで。うん、11時から4時半まで。で、どこで情報が、うん、得られる、それは。Facebook ページに主に、最新情報とかもまとめてます。OK。まあ、後で、YouTube のこの部分にリンクを貼るので、うん、はい、ぜひ、10月11日参加できる人は、ぜひ、参加してもらって、でもし、週末空いてて、また開けられるそうで、この、もうちょっとディープな、うん、長く、体験できる人であれば、ぜひ来週末、10月14、15日、丸々1日、プラス、まあ、宿泊もあるから、ね、夜のキャンプファイヤーの時間にみんなで話したり、音楽やったりっていうのと、あとスウェットロッジも、うんうん、アルジュンって今回ファシリテーターで来る人は、コロンビアのエコビレッジにずっと住んでいて、でそこではいろんな先住民の儀式もやって、そういうのが、うん、まあ、結構専門な人で、まあ、Dances of Universal Peace とは別に、スウェットロッジもできるよって言われて、まあ、スウェットロッジ、うん、やったことないから、お、それじゃんと思って、そう、で、スウェットロッジっていう儀式も、みんなでスウェットロッジを作るところからやるので、すごくディープな体験だと思います。なので、ぜひ、3日間連続来れる人を、すごく、探しているんだけど、やっぱり、まあ、僕は濃厚であれば濃厚であるほどいいと思ってるから、でも、1日でも、だけでも来れるので、ぜひ、来てください。はい。では、そんな感じで、とりあえず、皆さんをお待ちしております。ありがとうございます。